本当に優勝できたっていうのは大きなものになりましたし、すごい貴重な経験をさせてもらったので、まあ、ここで満足せず、ここが第一歩だとして、まあ、今後も頑張っていきたいなと思います。まあ、やっぱり決勝戦が一番印象に残っていて、まあ、自分も点を決めれたっていうのもそうですけど、まあ、17のワールドカップの時に、まあ、目の前で、まあ、優勝の瞬間を逃したのがすごい悔しかったので、まあ、それをあの最後のホイッスルでみんなで喜べたっていうのはすごい印象に残ってます。まあ、本当にすごいいいチームなので、まあ、チーム一丸となって本当にチームの良さっていうものを学びました。まあ、すごい雰囲気も良くて、まあ、まだ自分は、まあ、入って少ししか経ってないですけど、まあ、本当に雰囲気も良くて、まあ、上手い選手も多いのですごい刺激をもらってます。いつも応援ありがとうございます。後半戦もチーム一丸となって戦いたいと思います。そして少しでもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。